キープアライブとは、コンピュータネットワークにおいて、二つの装置間の接続が有効であることを確認し、また、接続が切断されるのを防止するために、装置間で定期的に送信される通信のことである。キープアライブは、あらかじめ決められた周期で、相手装置宛に送信される。キープアライブを送信した後に相手装置からの応答が返ってこない、または、 相手装置からのキープアライブが長時間送られてこない場合、接続が切断されたと判断して通信回線を閉じたり再度接続し直すなどの処理を行う。また、キープアライブ機能は接続を維持することをインターネット基盤に明示的に示すのにも使われる。ハイパーテキストトランスファープロトコルはクライアントとサーバーの間の接続を維持するための明示的な手段をサポートしている。 この機能は、http1.0 では、コネクション、キープアライブヘッダーを入れることで有効になったが、http1.1 ではデフォルトで有効になっている。トランスミッション、コントロールプロトコル、キープアライブは拡張機能であり、デフォルトでは無効になっている。キープアライブパケットは、空のデータを載せたパケットである。イーサネットでは、keeparive パケットのフレーム長は60バイトであり、 これに対する応答は54バイトである。キープアライブに関するパラメータは以下の3つである。ありがとうございます。